なんか例えば辛い経験がきっかけでちょっとこう奮起した経験とか、なんかそれでこう変貌して周りを驚かせたみたいな、何かそういった経験って今までありますか？この仕事始めてからなんですけど、19歳の時にまあ、あるドラマで初めてこうメインキャストで出させてもらうっていう機会があって、その時にうまくやろううまくやろうって自分の中でやってたんですけど、それをまあ監督に見抜かれて、で撮影終わってから「今のは OK だったけど80点の OK だよ」っていうのを言われて、確かにまあその経験もないし、そうだよ俺は下手くそなんだっていうふうに考えて、でその言葉のおかげでこういうなんか開き直れて下手くそなりに頑張ろうっていうふうにこうシフトできた経験があって、それはなんかそのおかげで仕事に対してこうちゃんと向き合えるようになったっていう経験はありますね。この芸能界に入るきっかけになった、地元の岡山で開かれたコンテストがあったんですけど、なんかそこにこう友達に出てみたらっていうふうに言われてたのを、その時は断って、でもなんかこっそり出てみたいって思っちゃったんですよね。で、初めてそういうなんかこうたくさんの人の前に出るっていうところにこう、まあ、自らこう出て、まあ、そこでこう今の事務所の人にスカウトされたので、やっぱそれがなかったら今がないと思うと、あの時勇気出してよかったなっていうふうには思いますけど。私特技バスケなので、ドレスのままボールをこうダムダムしたんですけど 多分衝撃だったと思うんですよね、観客の方は。で、オーディエンス賞っていう、その観客の方がこう投票で選ぶ賞みたいなのもいただけたので、なんかこう見てる方に評価される喜びみたいなのもその時初めて味わいましたね。ちっちゃい時からすごい僕おじいちゃん子で、もう友達と遊ぶことよりもおじいちゃん家に行くことの方が優先だったんで、で行ったらもうなんか他の孫にはしないくらいやっぱ僕になんかお小遣いくれたりとか いろんなとこに連れて行ってくれたりとかしてたんで なんででもやっぱこのコロナがあってなかなかやっぱテレビでに映れない時期とかあったんで、コロナが収まったらやっぱいっぱい出てまたおじいちゃんを喜ばせてあげたいなっていうふうにはすごい思ってます。何かバラエティーとか出てたりすると、うちはその家族ラインっていうのがあるんですけど、なんかこれ出てたね、誰々さんに突っ込まれてたねとか、なんかそういう感想大会みたいなのが始まるんで、なんかこう、家族にもこうもっとこう表に出てる自分を見てもらいたいなっていうのはモチベーションでしたね。私ゲーム。でもそれ言ったら俺もゲームゲーかもしム？れない。でも別にご褒美ってわけでもないんですけど。なんか朝早くて夜までっていうのがこう連日続くと、なんかこうまとまった時間ゲームしたいっていう衝動にはなるので、この日まで頑張ったら次の日休みだから頑張ろう、この龍が如くがやるために頑張ろうみたいなのはあるかも。竜が如くかよ。龍が如く。もう早く6やりたいの。ちょっとわかんないですけど、違うタイプのゲームはまた別ゲームはで。ゲームですけど、僕はスプラトゥーンなんで なんかこれだっていう、なんかいい趣味、なんか映画鑑賞とかではなくて、いや映画鑑賞をバカにしてるわけではないんですけど、なんかもっとこうグッとこう「それ何？」って言ってもらえるような趣味が欲しいなって思います。空を飛びたいなって思って、飛ぶの方でもジャンプの方はやったんですよ、バンジージャンプ。そういうこと？やだ、すごいファンタジーなこと言ってると思っちゃったな、びっくりした。でもこのと空を飛ぶそのスカイダイビングをやりたいって思っててずっと、だから来年はやりたいなって思います。今なんかそのいろいろあるらしくてできないらしいんですよ。その
インストラクターさんとこうやっぱ、うん、こんななっちゃうから、それができるようになったらやりたいなと思います。